格闘技ジュエルスマッチ65キロ契約5分2ラウンドを行います。青コーナーオーストラリアジャバウト 64.1 キロ、サンディーファーナー、レスリング初参戦初来日、女格闘マシンオーストラリアからサンディーファーナー。青コーナー日本マスタージャパン 64.8 キロ、ヒーローコーン。相手が変わろうとその強さを見せつけるか、ヒロコ千葉吉野セオダラワン。5分2ラウンドの第1ラウンドです。左のインローから入っていったのはサンディファーナー、対するヒロコ打ち合うのか、激しい打ち合う、このヒロコ押してるか、飛びついての膝、ヒロコ。ちなみにサンディファーナーはキックのタイトル5つ現在保持しています。大江さん、ええ、これ互いにですね、まあ、急なオファーになったわけですよね、はい、急な対戦になりました。結構盛りましたね、はい、ただこの体格がね、まあ、お互い女子選手の中でかなりあると思うんですけど、ね、ちょっとサンディファーナーの方のデータがないんですけど、そうなんです、ね、彼女も75は超えてるんじゃないですか。ヒロコが181cmですから ね、はい、そうですよね、まあ、ただ見るからに体も強そうな体しますよね、キックダブル K という老舗の、ね、ワールド組織で、はい、五冠王ということで、ね、やっぱりその立ちに関してはプロフェッショナルスペシャル人でありますからね、はい、ただこうグラウンドになるとこれはヒロコのもちろんそうですね、ファンドの経験もないでしょうし、はい、その対処の仕方というものはどの程度にわかでやってきたのかというところもありますよね。話を聞くとですね、1週間しか練習する時間なかったそうです。なるほどね。ただグランダ一通りやってきたそうなんですが、この辺りどう対応するか。ただまあリングに上がる以上はそういう言い訳とかね、はい、どれくらいしかやってません、どういう調子です、どこ痛めてますというのは通用しませんから、そこは対等に戦って、ここでタップアウト、ところでというギルチンですね、ギルチン入ってましたね、左の前腕でプレッシャーをかけていたんですが、だからまあこういう経験のない選手というのは本当はしのげるものでもびっくりしちゃって、タップにつながるんで、ね、昔あの安田忠雄選手が、ね、バンナというね、ギロチンだったね、あの時と同じようなパターンだと思うんですね、はい、本当はただいまの試合 KO によりまして、ね、ヒロコ選手の勝ちと決まりました、まあ、ここはしょうがないですね、急なオファーもありますしね。 And the winner is ヒロコ風花選手、はい、ヒロコ選手の試合見たかったなっていうのもあるんですけどもね、私の試合もこれ通常よりちょっとリンクが小さくて、はい、自分の試合でも小さく見えるので、はい、このお二人が試合するとリンクが本当ミニミニサイズに見えました。そうですね、確かにそうですね。勝ちましたヒロコ選手にはシュートボクシング協会より勝利者賞として